ルカ、銃を下ろせ。彼女はラクシミバイ、反乱軍のリーダーだ。この女が協力者だと？貴様気は確かか？そっくりそのまま返しますわ。危うく反乱軍の罠にはめられたと思ったところだ。私も逮捕されるものか。こんなことしている場合じゃない。協力者が必要で頼めるのは彼女だけだった。でも触れたか。オーダーを危険にさらしてるんだぞ。アラステア、私を信じてくれ。証拠を見たいと言ったのはお前だ。ブラックウォールには彼女もいて、そこで見たものを知っている。つまりインド連合会社の船着き場破壊に加担したというわけか。父上の言う通り、あれはまさにテロ行為、利用されたんだよ。この陰謀に気づかせてくれたのは彼女だ。計画の遂行には彼女の助けが必要になる。貴様が間違っていたら。その時は彼女と責任を取り、しかるべき罰を受けよう。マロリーのようにか。間違ってないことを願う。お前を敵には回したくないからな。私も同じだ。見つけたぞ、一番奥だ。敵に囲まれた。衛兵だ、奥から来るぞ。ちょっと待って。ショットガン兵を始末しました。リロードする。一人倒したぞ。いいぞ。行くぞ。資料室はこっちだ。向こうだ。バルコニーを抜けよう。衛兵をやった。
た。手を貸してくれ。いいか。資料室はすぐ先だ。資料室を探せ。マニフェストや着陸記録に使用記録、半獣の輸送に関わっていることが分かるものを。こんな量どうやって調べろと。声を抑えて、フィンリー。見張りに集中しなさい。必ず何かあるはず。こんなの時間の無駄ですよ。騎士様、こちらです。これを見てください。これは私の祖国に送られたもの。もしこれが本当だとしたら、彼らはインド全土に手を伸ばしていることになる。見ろ、アガメムノンの記録だ。アメリカ大陸東海岸に、同じルートでさらに3回オシアニック号が次だ。6週間後に立つらしい。フィンリーは？
ヘイスティングス卿。信じる気になった。彼が全ての黒幕です。ホワイトチャペルでの殺人、半獣の襲撃、インド連合会社、全てあなたが。ジェイコブ・ファンネック。ああ、世間一般には確かこう呼ばれているのだったかな。切り裂きジャックと。お見知りおきよ。ルーカン卿、よくぞこの者たちを連れてきてくれた。あとは任せた。くれぐれもしくじるなよ。貴様、幸運だとは思わんかね、ガラハッド卿。反乱軍のリーダー、加えて裏切り者まで一気に捕らえることができた。裏切り者とは君だな。アラステア、貴様なぜ。悪いな、グレイ。すべて我が種族を守るためだ。我が種族、逃げろ。インド連合会社に複数の侵入者に情報を受けた。この地形には対処するよう命令が下っている。誓いを忘れたのか。聞こえたでしょ。そこを動くな。
ちょうどいいところでしたよ。先ほど通報を受けまして。ああ、ガラハッド卿が反乱軍を引き連れ私を殺しに来たのです。それは嘘だ。ああ、この有様を見ればお分かりでしょう。ガラハッド卿は女性を連れていました。ああ、実は反乱軍のリーダーのようです。ですが彼女は逃げました。捕まるでしょうが。衛兵に武器を下ろすように命じてください、ヘイシングス卿。反乱軍の確保は我々騎士団にお任せください。イジ、お前は大きな間違いを犯そうとしている。パーシバル卿、侵入者を逮捕しなさい。こんなことをさせて本当にすまない、公爵。私こそ残念です。さっさとここから連れて行ってちょうだい。感謝しますぞ、イグレイン嬢。実にいいところに駆けつけてくださった。我々は使命を果たしているだけのこと。いずれにせよ、イグレイン嬢、あの裏切り者からは目を離さないことですな。法廷に証人として呼ばれるでしょう。その際は証言を。我が帝国が誇る騎士殿のおっしゃることならば。